皆さんこんにちは、しんべくです。はい、ということで、はい、バチェラー5の4、5、6は見ました。見たね。見たので、はい、感想考察動画ということで、はい、はい、私1個謝りたいことがあります。はい、どうぞ。バチェラー長谷川さんって決まって 1,2,3 は見て、長谷川さんマジないわ、バチェラーっぽくないわ、ちゃうねって言いまくってて、ごめんねまあそれに関しては、俺も4から始まったと思った、バチェラーが、うん、そう 1,2,3 は、でも、ね、ごめんやけど 1,2,3 はバチェラーを見てる感じは全くなかった。でも4からは、あ、そう、こういうなんかもうね、豪華なデートがあってって、やっとバチェラー見てるわと思って。私、長谷川さんもめちゃめちゃ素になってきたよね。そうそうそう、本来のな、そう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 、うん、私たちが知ってる長谷川さんって割と結構自信持ってて、うん、こう何、まあ、トレーナーさんもやってたから、うん、グイグイしてる感じ。だからその最初から言ってたじゃん、あの奥手な感じのキャラが、ちょっとなんか、そうそうそう、奥手キャラは違うからな。そうそう、だからそれこそバチェラーにもふさわしくないし、バチェラーもっと引っ張っててほしいしみたいな、ボロボロに言ってたんだけど、あ、なんか違和感ってそこだったんだなって思って、うん、なんか456って見てて、あ、なんか私の知ってる長谷川さんじゃんみたいな。そうそうそう、私バチェラーレッテの時から違和感感じてたから、うん、あ、知ってる人になってきた、だんだんみたいな、うん、あのちょっと S っぽい感じとかさ。そうそうそう、それめちゃくちゃわかるわ。そうそうそう、だからそう、ちょっとなんか、うん、ね、4話からほんまにガラッと変わる。多分でもそういう風に思ってる人結構多いんちゃう。だって4話から始まったんちゃうって、始まったんちゃうっていうか、やっぱ見応えはやっぱすごいあったなって思ったのと、うん、あと1個私謝らなきゃいけない。めっちゃ謝るやん。そう、考察動画で長谷川さんのタイプはハーフだからみたいな。いや、それはそうかもしれんね。いや、まあそれはそう、実際ご本人もおっしゃっていたので、それはそうなんだけど、あのそれでね、新メグの考察動画を見たからって言ってこう、うん、惑わされてた方がちらほら いらっしゃったので、うん、すいません、なんか影響を、ね、与えちゃった、なんかね、はい、考察のね影響を与えちゃったんですけど、うん、っていうのはあったな、はい。なんで、まあ、うん、もしまだその6話まで見てない方がいらっしゃったら、この動画はちょっと見ないで6話まで見てから見てください。はい、はい、ということで、今3人に残ってるのが大内優里さん、西山さん、西山真央さん、竹下理恵さんで3人なんだけど、はい、私たちはもともと最初当初の予定は、そうそうそう、最後の2人に残るのは大内優里さんと栃木愛子さんって思ってたんですよ。その2人の一騎打ちって思ってたから。そう、まずビジュアル的にも長谷川さんの絶対タイプだしって思ってたんだけど、まさかの愛者さんが、5話でね、帰っちゃったので、帰っちゃったね、あれ、早かった、外れたと思って、うん、そうだったんだけど、まあでも相変わらず大内さんが私本命というか、そう、俺もそこは変わらずや、ファイナルローズ予想ってのは未だに変わってない、うん、なぜなら、はい、やっぱ1話で出てきた時の編集の特別感、まず特別感もやし、あとはなんかもう使われてる感じ、あの使われてる回数も時間も多いしみたいな、なんかもうやっぱちょっと特別、単純にあの接触時間が俺はすごい長いと思う、うん、これまでに対して、うん、それは本当にそう思うのと、うん、あとなんだろうな、なんでそう、まああとね、カフェを開いたから、ね、そう、学校もカフェ開いたから、そう、大内さんの、そう、あの長谷川さんが急遽カフェを開いたから大内さんの影響なんじゃないかっていうところと、あのさ、邪推なのよ全部。いや、でもいや、普通にそうやって、まあ、そういう考察ってそうや、そういうものをね、やっぱ考察してくるんですよ。まあこれが大内さんだったらもうちょっと編集の仕方変えてくるよ、1話の登場シーンとかとは思うんだけど、うん、まあまあそれは置いておいて、やっぱちょっと大内さんに対して特別感があるっていうのと、はい、うん、あの今回思ったのは、あのその家族会、次はもう家族会ですって時に、大内さんがサプライズローズをもらってて、みんなびっくりしてると思うんだけど、ね、あのサプライズローズってすごい重いものだと思うの、うん、で私も家族会、次ここ、まあ、ここに残れば次家族会ですよって言われてた7話のデートの時に深夜からサプライズローズをもらってて、うん、なんか位置抜けで家族に合わせるって決まってたわけですよ。そうやね。あの時はさすがに私めっちゃ結構特別枠じゃないと思った、うん、そうやったね。から同じことをしてたじゃん、長谷川さん、うん、大内さんに対して、うん、でもそれはあのウェディングフォトデートしてた西山さんとか竹下さんに対してはあげてないじゃん、サプライズローズを。うん、まああげてないね、その他の2人には、うん、でなったところで、今残ってる3人のうちに、うちのやっぱ特別感があるのは、うん、
大内さんかなって思うのかな。まあまあまあ、もうほんまに別格で特別感はあるわ。うん。でまあね、2番手は西山さんが僕は来ると思う、うん、でそのまま2番手に出て次バチョレって3に西山さんが行くと思う。でそれは本当にその説同じです。これからいい。いやまあまあ飛躍、いやでもいやいや前は俺さ、アイサさんがって言っとって、いやさすがにそんな流れになったら私はもう完全にもう運営側にちょっと待ってよってなるから。それは嫌だ。いやでもアメリカはほんまにそうなってんの。アメリカってここは日本だからジャパンだから、ね、でもそれは置いといて、はい、考察もそんな方がしたかった。そうかな、うん、っていうところですね。で俺西山さんのさ、あのドライな感じはすごい好き。うん、ドライに見えるよねやっぱ ね、 なんか落ち着いてるテンションが、ね、うん、っていうのもあるし。そうだね、あの喋り方も声もすごい好き。うんうん、うん、だあれハマる人にはめちゃめちゃハマるんちゃう。圭一にもハマってると思う。そう、長谷川さんにめっちゃハマってんちゃう。あとはお二人とも高身長だからさ、まあ絵にはなってたよね。見ててね、すごい絵になるね。そう、撮影の時にね、うん、で竹下さんは、うん、私は個人的にやっぱすごい応援してるんですけど、うん、やっぱりなんて言うんだろうな、長谷川さんの中で安心感はくれるけど、結婚、うん、結婚相手って安心感大事だけど、やっぱりこう深夜もよく言ってるけど、恋愛の延長線上に結婚はまだ来るものだと。そう、そう思う、うん、そらそう、恋愛と結婚は別やとかって言ってる人おるけど、まあまあまあ、俺は違う。それも一つの考え方としていいんだけど、なんかやっぱり私自身もそうだから、本当にまずは男の人として恋愛感情、ドキドキとかキュンキュンとかそういうのがないと結婚までいけないというか、生理的に許せないくなるみたいな、なんて言うんだろうな、結婚に行ってもその後許されへんことが多々出てくるかもしれないとか、とかそういうのもあるから、やっぱ絶対本能的に惹かれる、うん、好きだなっていう人をやっぱりこう、うん、人間ってね、選ぶんじゃないかなと思うので、うん、竹下さんもすごく素敵な方なんだけど、はい、やっぱりもうすごい圭一を追いかけてる感じ。そうそうそう、で男はね、追いかけられれば追いかけられるほどね、なんかそういうところにあんま行かないよ。いやね、ほんまにほんまに。だって今いろんなパターンがあるやん。追いかけられてます、もうすごい特殊なシチュエーション、追いかけられてます。普通やったらさ、その時に追いかけるとか、なんか同時に何人も見るっていうことってね、現実世界においてさ、ある特定の層を除いたらあんまないやん、うん、ね、うん、そうだから本当だね、追いかけられてます、でも追いかけてます、もうそこで答えが自分の中で絶対出てんねんで、追いかけてる方が好き、うん、こう追いかけてこっちが好きかな、こっちが好きかなってさ、その迷わへん、うん、全く迷わへん、もう俺はこっちが好きっていう風になるから。だからいくら追いかけられても意味ない、意味ない、意味ない、ごめん、ほんまに意味ない、もう言い方悪いかもしれないけど意味ない、はい、うん、好きじゃない人にいくら追いかけられても意味ない。気持ちは自分がめちゃめちゃ弱ってないと揺るがない、うん、うん、それはそうかも。そうだから弱ったら知らへんで、追いかけてる人なんや、でもな、でも意味ないと思う、最終的には、最終的には意味ないよ。まあそうだね、そうだね、なんで、うん、まあやっぱり7話では竹下さんとさよならして、はい、そうやね、1話の最終回で西山さんとさよならして、最終ね、うん、大内さんとゴールインするっていうのが私たちの最終予想ですね、うんうん、最終予想。だから本当はもう光さんとか、うん、愛者さんも、もし2人が長谷川さんに対してもっと気持ちがもっともっと乗ってたら、もっと残ってたと思う、残ってたと思う、絶対顔は好きなの、絶対見た目は好きなの、うん、だけど明らかに手が届かなすぎるなって察知してる感もあったし、うん、いや分かんないね、それは分かんないけど、まあ実際なんか分かんない、そうじゃなくて本当に大内さんとか西山さんの方が好きってなってたのかもしれないけど、うん、絶対ファーストインプレッションは見た目のタイプってのあったと思うけど、それは絶対あったぜ、そうそうそう、うん、分かんないけど、そうそうだと思うな、うん、うん、なんで、まあ、あと光ちゃんはちょっとやっぱ長谷川さんから一回り以上下っていうのも下で、なんかね、気持ちを乗せきれてなかったよね、
自分自身を、うん、そうだね、長谷川さんに対して恋をするぞっていうところなんか頑張ってるようには見えたけど、まあ乗らへんかったやろなっていう、それはやっぱ愛車さんにも見られた。そうそう、愛車さんね。でもやっぱ西山さんもまだちょっと乗り切れてない感はするんだけど、うん、だんだんやっぱちょっと最初のツーショットデートの時に話とかでしてた時よりかは、今回のデートの様子とやっぱ変わってきてるから、うん、ね、長谷川さんもそこはもしかしたら頑張ったらいけるかも。いけるかな、てかわかんない、バチェラーってこういう番組じゃないから、深夜のさことで、うん、深夜がきっかけでなんでバチェラーが追いかけるみたいなでも本当に難しいところ、うん、でもそうやね、本来っていうか、あのみんな、あの何、ワンもツーもさ、あのみんな追いかけてきてくれっていう風にさ、ま、番組の性質上見せてるけど実際はそうじゃないよ。でも確かに今までのバチェラー、うん、親父さんとかも振り向いてもらうのに必死だったそうそうそうっていうのをおっしゃってたけど、うん、でもそれをね、画面上であの全力で見せられへんだよ。まあね、そういう番組じゃないから。だから本当にあのお互いが好きってなるってやっぱ貴重なことなんだなって思うよね。ほんまに、なんかそこ本当に深夜はよく言ってるけど、バチェラーって選ぶ男が選ぶ番組だと思われがちだけど、選ばれるところ、まあ、お互いがね、お互いを、こっちも好きにならない意味ないしっていうね、じゃないとさ、ほんまにあの何、お互い気持ちありません、でもなんか向こう好き言ってます、いやこっちも好き言ってますみたいな、そんななんかね、そんな偽物みたいな感じのところが生まれたりする可能性もあるし、うん、うん、まあだからそういう意味で言うと、だんだんやっぱこう気持ちが乗ってくのも、大内さんな気もする。なんか好きになっていいんですか、うん、みたいな、最後のデートでさ言っててさ、いやもちろんって食い気味だったの見て、なんか好きになってるよね、うん、と思うね、うん、ということでそんな感じです、はい、私たちの最終予想は、皆さんはどう思いますか、ね、皆さんの予想をぜひコメントに残してください。で、うん、ついでにいいね教えてください、教えてください、うん、でまたまたね、あの、最終話7話と最終は8話も同時視聴やりますので、ぜひぜひ遊びに来てください、うん、ね、はい、一緒に見てください、ね、ということで、はい、以上、はい、新メグからの本音リポートでした、うん、じゃあね、バイバイ。